どうもおはようからこんばんは、殿でござる。太閤立志伝5、二階堂守吉編、続きをやっていきましょう。で、4月の5日。まあ今は坂本城にいるんですけれども、まあまだ宣戦布告はしないです。だって、吉輔さん65年まで生きるならば、一旦それまでの間に城を強化して、この坂本城を攻め込む準備をしようと思って、ひとまずとりあえず来た、だけなんですけれどもねちょっと様子を見よう。さて忍び込むとするか。いや、城主になりましたよ。でもさっきの戦いで援軍としてきたのが3000とか4000ぐらいだったよな。ってことは坂本城自体の兵力で言ったら7000、8000ぐらいいるかな。太閤立志伝2の明智編みたいな兵力になっているかな。あ、1万1000、まあまああるな。だって、こっちの拠点ね、まだまだ兵力、7000、防御力も低いしな。住民安定74で、で鉱山は実は1回やっているんですよ。それで、まああと4なので、そこはまだいいか。国高はまだまだ上がる。でも軍資金8000の兵糧2万5000、まあ、鉱山も結構高いからそこは時間を置けば軍資金はどんどん入るとは思うんで、まあしばらくは内政かな。それで足利を攻める準備をして宣戦布告して贈り物で義輝さんの親密度を上げる。カードがとかじゃなくて単純にちょっと部下にしてみたいなっていう、まあそんな気持ちでいるんだかな。で兵士を増やして訓練で住民安定。あらあら、人材調査ダメか。合同さんには進展開発をお願いしております。あとは種名を与えるにしてもまだまだね、そんなに潤沢全然潤沢じゃないもんな。でも後藤さんには神殿開発、米さえあればね売って軍資金にできるし、人材調査も失敗するならば2万5000から削るのも、ちょっと心配だが兵糧売却。竹藩はもう君は十分強いから訓練。村上さんとかはどうしようかな。なんか軍事面伸ばしてあげたいな。じゃあ弓、みっちゃんは徴兵でいいかな。でもこれでもまあ自分のお金を入れたら1回分ぐらいはできるが、じゃあ金庫出金で、貯金でいって69か。で、出金の軍資金で2000。これで1回分できる。治安向上でもいいしな。城保守。防御力ちょっと上げとこうか。一応、三好さん動いては来ないとは思うが、一応最前線だもんな。あ、でも増築すればよかったな。そっちでもよかったな。じゃあやっていきますか。なんか久々にこれやるような感じがするが、まあ動画を見ている方にとっては、そんな最近でも、まあそんな昔でもないような感じだよな。で、多分このジグザグここでしょう。足利家攻略か。なかなか、大逆だよな。まあ、それができるまでは、こうやってコツコツ内政をしていくしかないんで、今回はまあ内政会になるのかな。4月の28日。お、修行は、ほぼ成功で、お、島さん、木曽さんいたんだ。弥太郎は失敗か。
あらあら、一気ね。一応50巻、うん、50巻ね。まあ、確かにね、うん、過労時代は手取りゼロだったから、50巻でもまあいいか。上司なのに、給料は過労の半分だからな。あ、吉宗さん、病。49歳。いや、こっちも危ないな。他は大丈夫か？バンちゃんとかも病ね。昇進はできない。軍資金でも4000巻か。全然だな。これは道のりは長いかもしれんな。じゃあ前田ゲインが3術4になったんで軍資金調達。あとは訓練か、修行かな。連度76か。兵力も少ないからな。佐久間くん何か修行、足軽3にしているんで、じゃあ軍学。須田さんあたりは、志望高いからこっち方面伸ばしてほしいな。軍事的で言ったら45、46なんで、この辺良いかは、そうだな、じゃあ鉱山とか、侍大将だからな、弁舌あげようか。いや、足軽大将か。高梨さんもちょっとね、この人も何とも言えない能力だよな。一応弓は上げておいたんだが。じゃあ軍学。ウコンさんは足軽を伸ばしておいたんで、じゃあ次は弓。鬼小島も弓かな。島先生も十分だもんな。ひとまず足軽。岩正寺さんは訓練でいいかな。内政系のスキルがほとんどこの人ないんですよね。だから鉱山を1だけ実は上げているんですよ。あとは開墾建築過労だからな。その辺のスキルが欲しいが。でもこれでやることがほぼなくなってしまったな。どうせ足利が落とすんでしたら、あれだな、ちょっと仲良くなっておこうか。ヨセル様も宣戦布告してからなんで、それ以外の面々とするならば随八歳とか、あとは藤高先生。茶席しても家内喜んでくれたなんて、そこは財宝かな。おお、そっちには目がくらんで喜んでくれる。師匠は塚原僕で。あんまりね、リシテン5の個人戦、全然得意じゃないからな。剣豪プレイとか、到底無理な気がする。一宮さん、財宝どうかな。お、喜んでくれた。引き抜いてもまあいいんだがな。あとはいいか、三好正勝とかそっちいるんだ。三好一門、なんか足利の監視みたいな感じかな。あとは古田織部。あ、てか山中さん足利の方に行ったんだ。同盟国だったからな。ちょっとこう天下り、下ってはないな。むしろ価格的には足利だからな。そっちに行ったんだ。で、浪人がいる。はてなマーク。人材発見ならば見つけろよと思うんだが。松井勇敢か。あとは海賊さん。こっちは誰かな。あれ、まっちゃんか。まっちゃん引き抜きとかできるのかな。てっきり上司かなって思っていたんだがな。いるな、本当だ、松永久秀。まっちゃん茶席どうかな。うん、かなり喜んでくれた。やっぱりそこら辺は硬いか。
本当にこう茶席が得意な人には見破られてしまうもんな。じゃあ贈り物ですね。ひとまずは帰ろう。で訓練。で竹藩にはもう一回訓練。光秀が徴兵しているんで、多分兵が増えればね、まあいろいろ落ちると思うんで、その分も加えて訓練しておいてもらいましょう。次の月になって、ちょっとまっちゃんには贈り物だな。で、徴兵とか神殿開発に訓練に。お、村上さん、弓を覚えた。これで拠点どうかな。8900ね、足利の外交を見たんですけれども、もともと同盟を組んでいたのは六角だけなんで、素直に攻めれば相手は1万との戦いになる。援軍要請をすれば勝てないわけではないんだがな。軍資金は6000か。住民安定も必要だからな。石高鉱山はここまでに置いといて、お金を使うのは徴兵と、あとは治安向上。お、勢力で言うと芝さん2300。北条さんすごいな。訓練度もまだ 1,2 回はいけるな。後藤さんはもういいとして、政務があるんだよな。じゃあ算術、いや鉱山かな。で光秀には、やっぱりあなたには徴兵、軍学と弁舌だからな。村上さんで岩正寺さん、じっちゃん訓練にして、四季代はなんか牙ってイメージだな。いやでも牙伸ばしたところで今軍馬ないもんな。じゃあ治安向上。モスケ、うん、修行かな。じゃあ足軽、忍術伸ばしてこうね、そういう専門にしてもいいんだがな。よし、給料3貫増えた。でもこっから増やしても1貫ぐらいしか多分増えないだろうな。財宝の数も限りがあるしな。400貫ないんで行商人には捕まらないですよ。あっちゃん、また遊びに来たよ。贈り物ね。まあそらこの辺の価値5とかね、結構持っているな。じゃあこの総合ナスビ、ナスビあげる。夏野菜ですよ。そろそろ旬ですよね。で引き抜き武将ね、いけるかな。ハート2ですよね。あ、部下いるんだ。え、誰、子供、あー、なるほどね、息子ね。まあ、信頼度が下がったりはしないですからね。まあもうちょい引きというところかな。あとは財宝でも投げつけたら 2.5 か3ぐらいにはなるでしょう。でも山中さんとすれ違っても特に切られたりはしないか。いろいろ病だな。主家の仇みたいな感じでね、藤高先生。よし、これ 2.5。 まあここは引き抜きとかはしなくてはいいか。でもどっちも武将か。贈り物の数にも限りがある。これ残り8個。
人材調査とかね、ハテナ、これは安い道と。ね、ハテナ結構いるのにな、失敗するかな、サボってたのかな。こっちは、バン・ナオマサ、堀・ナオマサ。お、黒田勘兵衛。まあ、ここで出会ったのも何かの縁だ。よし、ハートは 1.5。財宝獲得257巻しかないからな。買えるものももうそんなにないしな。値切るのもめんどくさいから素直に買うが、これで17巻か、気持ちいいな。鉱山がね、90か80ぐらいまであるならば月ごとで結構入るとは思うんだがな。しかも今川さん動かなくなったな。浅井とか攻めそうな気はするんだがな。現在交戦中ではない。でこっちには、あ、畠山とか残っていたんだ。お、須田さん弁舌。まあ、一人だけ帰ってくる中で表情っていうのもあれだから、7月まで寝ましょう。いつぐらいで足利攻めようかな。お、軍資金結構稼いだな。で、長期修行はみんな成功。訓練も上がった。で、これによって、兵力は1万。これで足利と同等だが、こうやっている間に向こうがまあどれだけ成長しているか。別に今一気起きているわけでもないな。68だから大丈夫か。あれ、50巻3巻減ったな。おかしいな。耳落ち、くすくす出て ないよね。昇進、明智光秀、ついに武将か。まあ武将に上がったところで、うん、君にやらせるのは、うん、徴兵なんだがな。武芸弁舌ね。1ずつならば、まあ、多分私がした方がいいんだろうな。統率が高いからな。ちょっと軍学を伸ばそう。原因さん軍資金調達で、私が3000巻使うんで、あとは訓練とかか。で、また修行の毎日。まあ覚えさえすれば、まあ勲功的にはプラス20ね。地道だな。お、伝説用になった、素晴らしい。じゃあ次、霊峰。佐久間くんは統率はそこそこあるもんな。あ、でも政務も60か。軍学かな。鬼小島さんも弓4にしてほしい。これで全員か。で、こっちは城に、城出まして、で、もう一回あの男に会いに行く。価値4の財宝でいけるかな。またね、価値の高い茶器を上げるっていうのもな。
てかそもそも引き抜けるかどうかだよな、まっちゃんね。あ、でも来訪は歓迎してくれる。悪い顔しているな。かなり喜んでくれた割には清水と3になるんだ。じゃあ引き抜き。確率は、ゼロではないとは思いたいが、でも相手長吉だからな。長吉に対してはこの人かなり忠誠高かったんで、その頃で武将として引き抜くことはさすがにはできないかな。っていうか、二階堂さんに使いたいとは多分この人思わないだろうな。いや、もしかして私が芝に使えた時のように、まあ、行く行くはなくなればみたいな。まあ、もしくはこう、暴殺みたいな。部下がいるとダメなのかな？ね、上司松永久秀。あとはちょっと坂本城の様子を見て、で戻ってきて治安向上。右下は和田これまさか。なんか結構みんなずっと病だけれども大丈夫かな。細川さんもういいか、 2.5 だもんな。一応は1回だけ。ダメか。まあでも身に余る光栄とは言ってくれるんだ。ちょっと、心のダメージは少なく済んだかな。あと城見ないと。あんまり増えてなければいいんだがな。あんまり増えてないな。ってことはだよ、全力で攻めればなんとかはなるか。まあ、あとは大殿の援軍。お、遠藤さんか。ね、暗殺、まあ、進言しただけだからな。信長の野望の大使の方ではこう忍びっぽい感じのグラフィックにはなっているんだがな。こっちって家老もいるから、そこそこの兵力は、揃えれると思うんですよね。で、治安向上とか、あとは鉱山。まあ、すぐ帰ってくるようにただの修行にしておこう。特に指定はしないですよ。そして金庫、出勤で軍資金から、いや着服とかはしないちゃんと3000貫きっちり引き出して、で内政で治安向上で説法。ちょっと一瞬増築しようかなっていうふうにちょっと揺らいだな。俺はどっちだ。なかなかいいところ来るな。なかなか難しい。こっちか。よーし。で、特性で借金無効で14上昇。なかなか悪くはない。これでいろいろいっぱいくれるといいな。後藤さん牙なんだ。お、村上は武芸。で訓練も上昇。で兵力は 12,478 で米は秋になったんで
入って軍資金は6000。いやでもまだだな、もうちょいだな。一番ね、6000とか5、6000はねないときついから、となると徴兵で言ったらあと2回分か。お、今度は62巻。その上下何なんだろうな。50巻だったり53巻だったり、今回は62巻とちょっとこうボーナスが入ったみたいな感じになっているんだが、だな、8月だもんな、まあ、暑くてもう冷えみたいな感じになっているのかな。それはいいとして、30歳で武士勲功5600。あれかな、腹巻きとかしているから暑いのかな。大殿49歳だもんな、ぼちぼちですよね。寿命で言ったらもう、うん、7年ぐらい過ぎているからな。後藤さんまた病なんだ。後藤さんも危ないか。で、1日休めば、お、どうした？今川義元が、スノマタに城を築いた。え、なんで？え、なんで？斎藤家落ちているのに、わざわざ、築城したのか？しかも、なぜ、今川義元が。え、あれ、万人イベントだったのかな？織田家、一切関係ないんだがな。てか、兵力、5万か。こっちは兵力は増えてはいない。訓練度も高いな。よし、じゃあ今回はこの辺にしましょう。また内政を繰り返して、まあ次回ぐらいで足利家攻めることはできるとは思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。